ナツ、ウェンディにミラさんも、オイラたちもいるよ。みんな、どうやってここに。ねえ、精霊の鍵見なかった？兵士に持ってかれちゃったんだけど。牢屋をぶっ壊せ。離れてろ。あとはどうやって脱出するかね。
できることなら誰にも見つからずに城を出たいな。あの、待ってください。雪の？エクリプス計画は今夜実行しなければなりません。大臣から指揮権を奪い返す必要がある。力を貸してくれないだろうか。なんで俺たちがやんなきゃなんねんだよ。人類の危機が迫っているのです。エクリプスを起動しなければ。まず姫に会われるがいい。その上でエクリプスが正しいかどうかは君たちで決めてくれて構わない。そう言うんだったら仕方ねえか。考えるのは後、姫に真実を問いただしましょう。誰だお前。姫様、大変です。魔導士に脱獄されました。やはり。ダートン、陛下と共にドムスフラウに行ったのでは。それはどういう意味です？あなたこそ裁判を待たずにアルカディオスを投獄するなど。そこまでお見通しでしたか。さすがです。いいえ、おそらく世界は変えねばならないでしょう。これは誰にも言ってはならないとあの方との約束だったのですが、あなたには話しておいた方が良さそうですね。エクリプス2計画のこと。これが本当のエクリプス計画です。この計画が失敗すれば明日この国は滅びるのです。なりません。私とてあの方の言葉半信半疑なのです。あの方は未来を知っています。大魔党演武の結果を知っているのです。あるギルドがありえない結果で優勝すると聞いています。特殊な結果ゆえ予想は不可能。もしもこの結果が現実になることがあれば、私はあの方を信じようと思うのです。それに足る結果なのです。私は未だにその結果を信じられないのです。あの方の言う未来は全て真実と言っても良いでしょう。私はエクリプスの扉を開きます。あの方は未来から来たと言ってました。鍵はすでに用済みです。昨日のうちに12の鍵を使いエクリプスの錠を外しました。あとは扉を開くだけです。人間の手で。私一人では無理です。だからあなたの認可と、本当はアルカディオスにいてほしかった。扉を開くかどうかは大魔党演武の結果次第。今は大会を見守りましょう。ないですよね。エドラー
スとかそういうのじゃ。時空を超える扉、エクリプスのことはもう知ってるよね。エクリプス、まさか。あんたはエクリプスを使って。未来から来たの。なあ、そんなバカな。私の記憶だとね、牢を脱出した後みんな王国軍にまた捕まっちゃうの。だからその前に知らせようと。未来のルーシーが体験した事実というわけか。何言ってんだ、あんな奴らに捕まるわけねえだろ。そうね、さすがにやられる気がしないわ。私たちは逃走中にエクリプスに接近しちゃうの。そのせいで魔法が使えなくて全員捕まっちゃう。そりゃドジだな。運が悪かったとしか。ふう、あの時が来るまで私たちは牢の中にいた。あの時、あのルーシーさんはどうして未来からやってきたんですか？最悪の未来を変えるため。最悪の未来だ。一体あなたのいた未来に何が起こったのですか？この先に待つのは絶望。1万を超えるドラゴンの群れがこの国を襲ってくる。町は焼かれ、城は崩壊し、多くの命が失われる。な、うん、じゃあ、そりゃ声が大きいぞ。大変だ。1万を超えるドラゴン、なんでそんなことに。もしかしてドラゴンのお墓と関係あるのかな。どうかしらね。なんということだ。とにかくこうしちゃいられねえ。戦闘準備だ。戦うの？無理があるよ。みんな信じてくれるの？嘘なのか。違うけど、こんな話誰も信じてくれないんじゃないか。なんでルーシーの言葉を疑うんだよ。未来の自分ながら情けない。もっと仲間を信じなさいよ。自分に説教を。でもそうだよね。これで繋がったわ。崩壊するメルクリアス、城の中で歌う、いいえ、あれは泣き叫ぶルーシー。泣く？なんで？ねえ、ドラゴンが来た時同じ城の中にいた私たちはどうなったの？シャルル、察してあげよう。多分私たちは死んじまうのか。そんな、オイラたち死んじゃうの？私といたから、不運にも。何日経ったか覚えてない。目を覚ました私はエクリプスのことを思い出した。起動方法なんてわからなかったけど、無我夢中で扉を開けた。過去に戻れるかもしれないって信じて。そしたらね、本当に過去に戻っちゃったんだ。791年7月4日に。4日ってつい最近じゃないか。エクリプスってそんなちょっとしか過去に行けないの？わからない。一部壊れてたからそのせいかもしれないし。なるほどな。姫に助言をした謎の未来人とはこいつのことだったのか。しかし気になるな。町は大魔塔演舞を撮影してるラクリマがそこら中に配置されてる。地下を通ってジェラールたちと合流してほしいの。ジェラール、彼には全部話してある。今対策を練ってるはずだから。対策を練るって？ごめんね、私は未来から対策を持ってきたわけじゃない。あの事態をどうすれば回避できるかわからないの。やはりお前が姫にエクリプス2を助言したはず。それと
4日に来たというのも嘘だ。何のために仲間に嘘をつく。本当ごめん。これじゃあ私何のために来たのか。今日までどうしていいかも分からずに街をうろうろしてた。いや、俺たちが何とかする。ありがとうな。俺たちの未来のために必ず未来を変えてやる。誰も予想できなかった未来を言い当てた。やはりあの方は正しかった。あの方の言う未来は全て真実。これより人類の存亡をかけた戦いが始まります。エクリプス2改めエクリプスキャノンを地上へ。よし、休憩終わり。先に進みましょう。アルカディオスさんがいません。何？なんて勝手なことするかな。